TOKIO の元メンバー山口達也さん。2018年に女子高生に対する強制わいせつ事件を起こし、世間に大きな衝撃を与えました。ある病気も明らかになりましたが、事件の詳しい概要とはどのようなものだったのでしょうか。調べてみましたので紹介します。山口達也さんのプロフィール。本名山口達也。生年月日1972年1月10日。出身地埼玉県草加市。身長167センチ。血液型 O 型。学歴埼玉県立草加西高校。経歴。山口達也さんは中学2年生の時にジャニーズ事務所に履歴書を送りましたが、返事が来たのは高校2年生の時だったそうです。そして16歳でジャニーズ事務所に入所し、平家派のメンバーとして活動を始めます。山口さん以外にも平家派には城島茂さんや国分太一さん、坂本昌行さん、反町隆史さんらが所属していました。1989年には城島さんと城島茂バンドを結成し、その後ジャニー喜多川さんが TOKIO バンドという名前に変更しました。1994年 TOKIO のメンバーとして Love You Only で CD デビューを果たします。その後も山口さんは24時間テレビで100キロのチャリティーマラソンを完走したり、バラエティ番組ザ・鉄腕ダッシュでアイドルの枠を超えた仕事ぶりを発揮するなどし、人気を博しました。しかし2018年に女子高生への強制わいせつ事件を起こし、ジャニーズ事務所を退所、グループからも脱退することとなり、事実上芸能界を引退しました。さらに2020年9月、酒気帯び運転で現行犯逮捕されています。結婚。山口さんは2008年、元レースクイーンの女性と結婚しました。二人の出会いは、1999年に友人が開いた鍋パーティーで、すぐに交際に発展したそうです。2003年には週刊誌にスクープされ、2006年にジャニーズ事務所に結婚の相談をしたそうですが、許可がおりませんでした。その後、妻が妊娠したことで事務所からも許可され、入籍から2ヶ月後に長男が誕生し、2010年には次男が誕生しています。2016年には高級住宅街に敷地約100坪の豪邸を建設しましたが、そのわずか半年後に離婚。山口さんはジャニーズ初となる離婚会見を開き、自分が本当に未熟で自分本位で幼稚だったというか、とにかく自分のペースで生きていました。そのため、彼女がすごく疲れてしまったり、ストレスを抱えてしまっていて、たくさん話し合って離婚することになりました。親権は母親に、養育費や子供に関わるすべてのことは私が持つと明かしました。離婚から2年後、山口さんの強制わいせつ事件が発覚。元妻は子供たちを守るためにハワイに移住していますが、移住後も山口さんは息子たちと連絡を取っているといいます。元妻は自身のインスタグラムにて、彼が夢に出てきてふと心配になって電話をした、彼が好きだったシチューを作ったなど、山口さんに関する投稿をしていた時期もあったようです。わいせつ事件の真相とは。山口さんは2018年、女子高生への強制わいせつ事件を起こしました。被害者は山口さんが MC を務めていた E テレのバラエティ番組 R の法則のレギュラー出演者です。事件は2018年2月、当時の山口さんの自宅である六本木の高級タワーマンションで起きました。アルコール依存症で肝臓の数値が悪かった山口さんは、
約1ヶ月の入院生活から退院したばかりでしたが、事件を起こした日は朝の仕事を終えた後、すでに焼酎を1本開けていたそうです。酔っ払った山口さんは被害者の A さんに LINE 電話をかけ、うちに遊びに来なよなどと執拗に誘ったといいます。 A さんはそんな山口さんに不安感を持ち、仲の良かった16歳の共演者を連れて山口さんの自宅を訪れたそうですが、山口さんは A さんに向かって、なんで一人で来なかったんだよと激怒。そして A さんに酒を勧めた山口さんですが、 A さんは口をつけるふりだけしてやり過ごしました。さらに山口さんは嫌がる A さんに強引にキスをし、こっち来いよと押さえつけ体を触ったそうです。服も脱がされそうになった A さんは激しく抵抗し、揉み合いになった後、山口さんがタバコを吸うために部屋を出たところでマンションから走って逃げたといいます。その後 A さんが警察に届けを出し、強制わいせつ容疑で書類送検されたことで、ジャニーズ側も契約を解除し、 TOKIO からも脱退することになりました。病気だった？女子高生への強制わいせつ事件を起こした時から山口さんにはアルコール依存の疑いが噂されました。 TOKIO のメンバーも山口さんについて、飲みすぎで仕事ができない時があった、いつも酒臭かったと告白しています。さらに一部報道では、アルコール依存症だけではなく長い間躁うつ病を患っていたのではないかと噂されました。躁うつ病とは、ハイテンションで活動的な躁状態と憂鬱で無気力なうつ状態を繰り返す病気で、本人には病気の自覚がないことが多いようです。山口さんはザ・鉄腕ダッシュなどでは爽やかで男らしい元気なイメージですが、その一方で真面目で人の評価を気にする性格で、躁うつ病にかかりやすいタイプだったと言われていました。他人からの評価を気にするあまり、対外的にいいイメージを無理して作ろうとしていたのかもしれませんね。そのため現実の自分と理想の自分とのギャップが大きくなったことが、躁うつ病を発症した一因と考えられます。2013年以前から躁うつ病に苦しみ、入退院を繰り返すなど治療を続けていたと言われていますが、2016年に離婚して子供たちと離れて暮らすようになったことで、孤独が深くなり病気が深刻になったと見られています。アルコール依存症と躁うつ病は合併しやすく治りづらい病気のため、山口さんは現在も病気と闘っているようです。引退後の現在は？わいせつ事件後は専門的な医療機関に入院し、本格的な治療を受け、退院後も定期的に通院していました。生活面は兄夫婦がサポートしており、都心部から離れた兄の自宅から徒歩15分ほどの家賃7万から8万円のマンションで生活しています。会うのはごく限られた人だけで、買い物に行く以外はバイクで気分転換をするか、自宅周辺をウォーキングするという生活を送っていると明かしていました。週刊誌の取材に対しては、基本的には家にいて週に1回スーパーで食材を買い、食べたいものを作っています。週に何日かお寺に通って自分と向き合っていますと話し、今はお酒のいらない生活をしています。私は大工仕事が得意なものですから、お寺が持つ山に入って木の伐採なんかもやっていて、そうやって自分と向き合って、私はどういう人間なのか、それを見つめ直していましたと語りました。この言葉を信じて復帰を願っていたファンも多かったようですが、それから1年後、酒気帯び運転で現行犯逮捕されてしまいます。現在山口さんは妻子と暮らしていた3億円の豪邸を K
建設時より高い5億円余りで売却しており、その収入で暮らしているのではないかと言われています。トップアイドルだった山口達也さん。アイドルゆえのプレッシャーからお酒に走ったり、病気を患ったのかもしれませんね。適切な治療を受けて病気を治して、今後の更生に期待したいと思います。あなたはどう思いましたでしょうか。二人の息子さんのためにも頑張ってほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。